ね、昨日は結構喉をイガイガしたんですけど、いっぱい昼間も夜もいっぱい対策したんですよ。保湿するとか、焼き梅干しを食べるとか、白湯を飲むとか、いろいろ薬をいつもと変えてみるとかしたら喉は良くなったんですけど、くしゃみと鼻水が止まらなくなっちゃって、ちょっと今くしゃみと鼻水に苦しめられてます。さっきもスーパーにね行ったんですけど、スーパーで買い物中に やばい、もう鼻水止まんないと思って、100円ショップとか行って ティッシュを買って 応急処置みたいな。もう喉は治りました。こんばんは、亀さん、プレゼントボックス、靴下ありがとう。テキサスのロンスターさん、I love you。 ラクさんお疲れ。スプマンテさん決勝。陣内さんお疲れ。シンさん決勝。ラクさん I love you。 陣内さん、アルさん、ニシさん、コウさん、シンちゃんさん決勝ありがとう。尼崎のよっちゃんハート、さとこさんハート、コカジヤさんハートありがとう。かまちゃん、レインボースター、コウジさん、やすべえさんハートじゃなかった、決勝。そらそやかさんハート、勝負球はパームボールさん、こうさん、雪だるま、かまちゃん雪だるまと、アイラブユーもありがとう。ありがとうございます。ミッチーお断りです。クロさん決勝、スカイホエールさん決勝、スマンテさんプレゼント、マー君お断りです。台湾ジョジョさんラブレター、中田さんお断り、こうさんお断り、おだしさん決勝、しんちゃんさんプレゼントありがとう。バラちゃん雪だるま、マクールさん決勝、山崎さんお疲れありがとう、ミッキーさん決勝ありがとう、トールさんお疲れ、山崎さんお疲れありがとう。こんばんは。ちょっと今日レッスン終わりで髪がボサボサすぎて帽子かぶってます。ゼータン、バラありがとう。ジャーパングさん、アイスレモンさん決勝ありがとう。カマちゃんハートありがとう。こんばんは。寒いですね。ヤスオくん決勝ありがとう。メロンのあそこさんバラありがとう。皆さん元気ですか？元気？まっちゃんです、お断りです。フレーベさん I love you ありがとう。そう、喉はもうね一切何も、昨日まで本当に 喉やばかったんですけど、ちょっと喋るのもきついぐらいだったけど、今日は大丈夫。ちょっと今鼻水が大変って感じ。風の本店さんお断りです。そう、風邪ひいちゃったかも。クックさん決勝ありがとう。ミツさん決勝ありがとう。なんかメンバー体調崩してる子多いイメージです。なんかさ、メールの返信とかが流れてくるんですよ、X のおすすめで。だからそういうの見て、あ、この子も心配だと思って見てる。喉は大丈夫だから全然喋れます。筆談しなくて大丈夫です。そらそやかさんプレゼントありがとう。こんばんは。レストさん雪だるまありがとう。ね、みんな風邪ひいてるわ。シナモンのメッセージカード、何それ。シナモンのメッセージカードって何？シナモン、糸シナモン、ケンジさんプレゼント、アルフォートさんお断りです。金曜に一緒に飲んだ友人がインフル発症して、もしかして俺もかと思ってるところ。うわーうわーわー、インフル、私インフルなったことないんですよね。インフルエンザ、インフルエンザは風邪に似てますかね。私インフルじゃないよ、喉から来る風邪。毎年定期的に引きます。喉から鼻からの風
モポスさん、I love you、 ありがとう。元旦公演当たった。お、元旦公演、元旦公演、私はどのパートに出るかまだ分からなくてドキドキです。ユーナーモギオンラストコンサートか、ココアの晴れ着、ココアさんの晴れ着だな。私も行きたいな。私もさ、成人式イベント行きたいけん投げようかなって思って投げていいかな、どう思う。大きな病院で有料検査したら丸一日かかって余計具合悪くなりそうだった。いや、それはもう大変。大きな病院ってさ、なんか結構あちこち行かないといけないイメージ。受付行ってなんとかかっていう、その自分の受けるね、何か内科とかさ、そういうのに行ってとか、大変なイメージです。韓国マイナス12度レベチじゃん、寒すぎる、無理や。クロさん、 I love you、 アラキッちゃん、ダルマありがとう、バラちゃん、バラありがとう。時すでにお寿司さん、尊い、辛坊さん、プレゼントありがとう。え、言うよね、予防接種したらインフルなるって言うよね言いますよね。わー、私今年打ったからな、怖いわ。ケンジさん、回復薬ありがとう。ジロくん、ハートありがとう。ジロくん、お断りです、ハートだけもらいます。リアスティさん、雪だるま、キャンシさん、決勝ありがとう。ジンライさん、プレゼントありがとう。アンバーさん、決勝とキャンドルありがとう。こんばんは。ベンジャンスイズマインさん、決勝、さとこさん、 I love you、 ありがとう。来た瞬間魔法使いかと思ったもうね、ボサボサすぎてね。今日レッスンでポニーテールしたんですよ。だからポニーテールほどいたらなんか髪がうねうねなってて、ちょっと恥ずかしいけんかぶりました。今日はずっと朝からレッスン場にいました。寒かった。あのね、私がこの格好、これ裏着物なんですよ。したら寒そうにしてるから、ダマソン先生が、お先もう一枚上着着てもいいぞって言ってくれたんですけど、私が持ってる上着がダウンジャケットしかなかったからさすがにダウンジャケットでレッスンはさ、舐めてるじゃないですか。だから大丈夫ですって言ってたら、スタッフさんが暖房をつけてくれました。こんばんは。あんまり動かないレッスン内容の時暖房つけてくれた。暑かった半袖になりましたあったかいです、これ裏起毛で、丈も短くてお気に入りね、優しい。くしゃみが出そう。もう今日ずっとくしゃみと鼻水にねやられてる、朝から。お弁当美味しかったよ、嬉しかった、作ってくれて。アーボの三毛猫さん、ハートありがとう。ミッシー、決勝ありがとう。お弁当がチーズインウインナーをね、食べたいなーってずっとね言ってて、スーパー行くたびに。でもさ、あんまりチーズインウインナーってさ、お弁当以外食べる機会私はないんですよね。みんなはどうかわからないけど、私あんまりお弁当以外でチーズインウインナーと出会う機会なくて、だからせっかくだから食べたいなって言ったら入ってました。嬉しい、嬉しいですね。クワトリさん、プレゼントありがとう。魔法、私なんか魔法使えるかな。くしゃみをして飛沫を飛ばすっていう魔法は今使えそう。くしゃみが出そうです国連パサロンさん、ハートありがとう。そ
そう、お弁当にお手紙もついてたんですよ。レッスンお疲れ様って、レッスン場にね行ってね、朝からレッスンしててね、レッスンでなんかレッスン場の楽屋の方とレッスン場のなんか境目がなんていうんですかね、ガラス張り、ガラス張りのとこがあるんですよ。でそこの目の前でちょうど振り向いた振り付けの時に、ダンスの中で振り向く振り付けの時、ちょうどレッスン場にお弁当を持ったソラハさんが入ってきて、目が合ってあっってなってへへ、嬉しかったです、持ってきてくれて。レネさん決勝ありがとう。マコバヤさんハートありがとう。ピーチク炒めはピーマンとちくわ炒め、なんかカリカリしてました。ピーマンとちくわを炒めたやつピーチク炒めっていうらしい、初めて知った。なんでピーマンの方が序列高いんですか、チクピーじゃなくて、なんでですか。ケンジさん雪だるまありがとう。そうピーマンとねちくわ、ちょっと見せようか今日の献立、見せますよ、見せちゃうよ。このお手紙をねもらったんですよ、パセーって。お手紙と献立をもらって、献立これです。塩昆布おにぎり、うまだれチキンかっこコチュジャン入り、ネギたっぷりだし巻き卵、ピーチク炒め。塩昆布おにぎりなんかねネギみたいなの入ってました、シャキシャキしてた、美味しかった、めちゃくちゃ美味しくて栄養を取れました。しかも私がさすぐむくむむくむって言うから塩分控えめで作ってくれたらしいですね、丁寧に書いてくれました。でもねたまたまね全部のメニューにごまが入っとったらしい。いやどのご飯食べても、いやなんか全部ごま入ったらなって思ったんや、ごまの味するなって、食感もごまやなと思ったんやけど、なんと全部偶然 TikTok で見つけたメニューで作ったら全部にごまが入ってるレシピだったらしいです。届けてくれました。そうなのよ、そう半年ぐらい前からね作りたいって言ってくれてて、本当に作ってくれると思わなくてね、こういうのってさ結構口だけになるじゃん、遊びに行こうとかもさ、ね、なのに本当に作ってもらえた、嬉しい。作ってるとこ見てた？そう今日朝10時から配信してた朝10時からねお弁当作り配信をねしてくれてて、やばいよね、激ヤバです、愛されてるね、愛を感じちゃう。先週初めて広島に行ったけどおにぎり屋さん多いんだね。そうです、おにぎり屋さん多いです。そうなのよ、お米が美味しいのかな、あとはなんか広島なとかさそういうお漬物系もよくお土産屋さんにあるから、いっぱいそういうお米に合う具材があるからかな。そうなんですよ、私のおすすめのおにぎり屋さんは三田屋ですね。三田屋のおにぎり大好きです。しーちさんお疲れありがとう、 I love you もありがとう、プレゼントと決勝もありがとう。スカイホエールさん決勝ありがとう。元日公演、全然なんかみんな当たってないイメージ、さっきからコメント欄倍率高かったのかな。でも県民文化なのに、みんな申し込んでくれてありがとうございます。めっちゃきのこさん I love you、 メロンのそこさん I love you、 もちはたさん I love you、 ハワイアンさんお断りです、
マスク依存症さん、 I love you ありがとう。ラクさん、プレゼントありがとう。当選、あ、当選もいる。わーわーわー、全メンバー出るからな。かまちゃん、回復薬ありがとう。ぜひ行ってください。また広島来たらおにぎり屋さんおすすめだよ。そうなんだよね似たよな、これ。そうだよね、全然瀬戸内ではないけど、でもあの瀬戸内ショップあるじゃん、あそこの県民文化センターの目の前の瀬戸内ショップには、島根鳥取も瀬戸内に入ってるからあそこの店は島根鳥取も含めてくれてるから、もう大まかに見たら瀬戸内。アルテミスさん、 I love you ありがとう。秋間さん、ハタありがとう。クリスマス行くからさすがに元日は家でゆっくり。そうだよね、そういう人もいるよね。だってそんな毎週毎週来たら大変だ。みんな来れる時に来てください、来てください。広島のあるよ、似たやの広島のはなんていうっけ、目張り、目張りおむすびみたいなやつあるよ。お見送り全メンバーなんじゃないの、違うのかな。すっごい数だねすごそうだね。もう忙しい、鬼別とかがいいんじゃない。鬼別名前順とかにしないとさ把握が難しそうや。メロンのあそこさん、プレゼント、しんいちさんお断りです。新幹線、そうだよね、新幹線なんか自由席が指定席になるみたいなのもあるし、予約とか大変だ。あー鼻水が垂れそういやー、パセの配信でおみくじ投げる。おみくじのやつってあれ正月だっけ、あの全然当たんないやつ。モギンさん、プレゼントありがとう。シーチさん、回復薬ありがとう。くしゃみ出そう、ちょっとサイレントします。くしゃみ出そうだからちょっとくしゃみしてくる。バイバイ。ついでに鼻も噛んできました最悪、全部報告するアイドル最悪。来た瞬間くしゃみに行かれた。あーあらーすいません。ムチハタさん、ハットありがとう。イモケンピさん、プレゼント。神戸のマーチさん、プレゼント。トールさん、決勝。カードリさん、決勝。 LDNENBE さん、決勝ありがとう。みんな魔女って言うやんこのパーカー。ちなみに中のこの赤いのはパスのあのリバティエイジコラボ T シャツです。イモケンピさん、 I love you ありがとう。シュンさん、決勝。鴨志田さん、ハートありがとう。ダルマもありがとう。CD がたくさん届いて困っていますCD たくさん届いても困らないでください。何かに活用してください。いっぱい見て元を取るとか、いっぱい聞いて元を取るとか、いっぱい何かするとか。わー、パニーさん、決勝ありがとう。喉の調子、喉の調子はもう 100% 元気。喉は一切何もなくなりました。だから多分喉にいたウイルスを出すために今鼻が頑張ってます。
頑張ってくれてます。うん、音が入ってない CD があるんじゃないかって思っちゃいます。いやー、その考え私もしたことがあるな。同じ考えじゃん。同じ考えだったんですね、私たちって。私ってもしかして変な人かもしれません。梶原智博さん、ハート、ヒラリンハットさん、尊い、ありがとう。くしゃみ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 。でも元気だよ、鼻水以外元気。まるさん、 I love you、 ありがとう。ハートもありがとう。同じ CD がたくさん届く。私も同じ生活をしていたよ、安心してくださいね。もうなんかさ、最初の頃はさ、同じ CD がたくさんあることになんかちょっと後ろめたい気持ちとかあったけどさ、慣れてくるとさ麻痺してくるよね。人間慣れって恐ろしいよね。最初はパセリに結婚してギフトを投げるのも躊躇していたけど、一度投げてみたらもう止まらないみたいな感じや。そんな感じでしょ。黒さん、バラありがとう。一昨日誕生日だったけど疲れすぎて2日経ってました。なんだそれ、おめでとう、おめでとうください、おめでとう。疲れすぎて2日経ってたとかある？そんなことある？おめでとう。お誕生日メール無事届いていて安心でした。おめでとうございます。推しメン2人とも体調崩してますけど体調に気をつけて冬を乗り越えましょう。また来年もお祝いしましょう。おめでとうございます。小沢さん、ハートありがとう。昨夜配信した？配信しました。昨日はね15分で終わりました。ちょっと喉がね結構やばくて喋れなくて、ヒリヒリしてて、イガイガしてて喉が、ちょっと早めに終わりました。昨日は、私昨日何してたっけ、あれ昨日の記憶がない。昨日は私昨日何しましたっけ。昨日起きて、あ、昨日はレッスンに行きました。ホタテ様、お断りです。ダメです。ミキヤくん、決勝ありがとう。シーチさん、ハートギフトありがとう。とっちゃん、プレゼント、メロンのあそこさ、ハートありがとう。田舎の CD 屋さんより家に CD がたくさんある人いそう。いや、いそう、冗談抜きにいそう、本当にいそう。今日も寒くて嫌になっちゃうね。もうね、今日は鼻かむことを考えて、もう目と眉毛だけ描いときゃいいやと思って行ったけど正解でした。もう大変。たくさん鼻かむ花粉症とかの人ってどうしてるんですか？コツありますか？ここがさ、ヒリヒリして痛いの、赤くなってヒリヒリして痛いんです。ここどうしたらいいんですか？何したらいいの？とりあえず今保湿クリーム塗ってみたけど。ブンさん、プレゼントありがとう。マコバヤさん、キムさん、決勝ありがとう。ハートもありがとう。ケイちゃん、スノードームありがとう。ティッシュを、あ、こう両方にこういうこと、牛みたいな、こうやって刺しとくの確かにいいね、それいいじゃん。私よく楽屋で鼻にティッシュ刺して歩き回っちゃうんだよね。だからいつかメンバーのメールとかに写り込みそうで怖いよね。しんいちさん、プレゼントありがとう。鼻セレブ、鼻セレブ甘いっていいよね。食べたことない、まだ食べてみたいな。
話せる。美味しいの。ブンさん、キャンドルありがとう。シェンさん、回復薬ありがとう。保湿のティッシュ、おお。保湿のティッシュね、やっぱいいのか。そのためにあんな高級なティッシュが売られてるのですね。マモルさん、プレゼント決勝。トシさん、 I love you ありがとう。ブーさん、ハートありがとう。メロメロさん、ハートありがとう。かわいい名前、メロメロなんて。メロンパンなの、メロメロパン。BD マンさん、決勝。ミスターさん、 I love you ありがとう。アキモさん、プレゼント。福太郎さん、お疲れありがとう。サッタン、ハートありがとう。花セレブの食感は何なんですか。滑らかだからチーズケーキみたいな。無味ですか、なんか醤油とかつけますか。私は食べたことがありません。ナルシさん、雪だるまありがとう。甘いん、何系の甘さよ。チョコレートのような甘さか、それとも、もうちょっとフルーツみたいな甘さか。うっかりあんこさん、お断りです。こんばんは。ヤギ出身、みんなヤギやったんか。ちゃんとお便りとあれは読むんよ。お便りとさ、あれよ、あれね、キャラーニからのメールはちゃんと読まずに食べたら痛い目見るから、ちゃんと読むんだよ。ちゃんと読まなきゃ。ヤマさん、決勝ありがとう。めーもーもーめー、甘いんやって。ヤギ座なの。ヤギ座は冬生まれですね。ストーチのミニマロンさん、ありがとう。読まずに食べた。なんで食べちゃうやろ。もう本能が勝つんかな。紙見た瞬間にもう自分のさ普段の自分を忘れてもう行っちゃうのかな。私みたいや。私はサソリ座。私はサソリ座よ。サソリ座の大型。サソリ座大型、秋生まれ。あとは長崎出身、広島在住、大型です。わ、推し遍歴、お手紙書きました。わあ、お手紙、お手紙。楓さん、ありがとう。スタンプありがとう。ヤギとダイゴ、なんか聞いたことあるようなないような。どんなやつなんですか、気になる。面白いの。 TVer とかである、ないかな。面白いバラエティありますか、なんかおすすめバラエティ番組教えてください。私はいつも見てるのは家事ヤロウと噂のお客様です。あとマツコの知らない世界と、今日マツコの知らない世界の日じゃない、もしかして。今日何の世界、今日ない、もしかして。ある、思うまい店見るよ。思うまい店も。スターさん、パッとありがとう。みんなのおすすめのバラエティは何。火曜日マツコの知らない世界じゃないの。クリスマススイーツ、今日、今日月曜か夜更かし。見てたよ昔。
最近は夜更かししなくなったから録画たまにする。あ、そうじゃん、私録画してるわ。マツコの知らない世界、今日のやつ。シュトーレン、シュトーレンって書くタイプとシュトーレンって書くタイプがあるよね。どっちでもいいやつなのかなね。番組表シュトーレンだったよね。でも私がこの前勝つのはシュトーレンだった。どっちも正解のやつなの？あるよね、そういうの。なんか英語の読み方だから日本語訳にすると棒が入ったりとかさ、小文字の部分変わったりとかあるよね。男子ご飯、男子ご飯、私高校生中高生ぐらいの時お母さんと毎週見てました。再放送と本放送と全部録画して見てた。全然真似するわけじゃないけどさ、見ちゃう、そういう料理番組。かりそめ天国見る。私も何でも買って、1、10、100、1000、この前見たな。実家に帰省した時大体何でも鑑定団見る。何もさ昼もやってないからさ、何でも鑑定団ずっと見てますね。こんばんは。私もナイトスクープ見てた、昔見てた。あのね、でもなんかあの番組って切なくなるやつとかあるよね。私が覚えてるのは、送り迎えしてもらう小学生かな、なんか送り迎えしてもらってるけど、もう別れ、引っ越すか何かで離れ離れになっちゃうみたいなやつ。元就、水曜どうでしょう。なんか STU のファンの人、水曜どうでしょう好きな人多くないね。スケモンさん、バラありがとう。ピロさん、バラありがとう。こんばんは。今日はね、8時に終わろうかなと思ってます。あ、亡くなったお母さんの手料理で冷凍、それ見たかも、解凍するやつ見たかも。この前も流れてきた X でスクショみたいなの、感動だね。あとはあのマグカップかなんかを割っちゃいましたみたいなやつ。割っちゃいましたよって、あの STU チャンネル、今コメントに STU チャンネルがあったからさ言うけど、 STU チャンネルのこの前の私が出てなかった回の人たちが2万円と5000円と2万円のプレゼントを事前に選んで、ゲームに勝ったらもらえるってやつがあったんですね。で池田だけたわしだったんですよ。で安住が多分水筒とかだったよね。だからさ、その買ってるわけじゃん、その景品たちは。その景品をかけたイベントに参加したい。何が残ってるんですか、あれ。何残ってんの？こたつと何？安尾リンポスさん、ファイトありがとう。あれ欲しいわ、こたつ。ピロさん、ハートありがとう。欲しいです、残ってるやつ。だってもったいないじゃんね。スタッフが使うって言ってた。嘘、狙っとったのに。マジか。あとは何、何がある。私やったら何にするかな。5000円分と2万円分のプレゼントを提出してくださいと言ったら、そうですね、何がいいかな。
何がいいんですかね、ああいうのでもらえるやつ。でもね、美顔器2万円 の美顔器みたいな蒸気が出るやつ、あれいいなって昨日思ったんよ。喉が痛かったからさあれ保湿されそうやな、喉とかまでって思って、いいなって思った使い道全然違うけど、肌も保湿されてそのまま吸って喉まで行くんじゃないかなと思って、欲しいなと思ってしまった。何、2万円のギフトって何、そもそも何が欲しいかな。あ、布団、私布団欲しいわ。確かに布団ないんですよ。ヒートテック毛布1枚でやりくりしてるから、あの車で寝てる布団はあるけど、あの夏も冬も同じ布団なんですよ。去年ちょっと処分しちゃって分厚いやつ。そうなの、だからこんな風邪ひいてるのかもしれません。あのおばあちゃん家とかにあるさ、花柄の布団が欲しい私。わかる？あの重たくて花柄がついた、縁がちゃんとこうなんか布で囲われてるやつ、あれ欲しい。あれ大好き。なんでばあちゃん家の布団ってあれなんだろう。みんなシーツが N クールで寒いですよ。私も N クール使ったけど変えたよ、冬用のモコモコのシーツに。ヒトチャー出てほしいな。ヒトチャー出たいです。ヒトチャーで出たい、出たいです。どこ行きたいかな、どこ行こうかな、何がいいかな。だから知らないところ、あんまりさ新幹線とかでも行けないような、ロケバスとかでしか行けないようなところとか行きたいかな。あとは農作物系行きたいかな。こんばんは、口に色がなくなってきた。Nクール、 Nクールほんと冷たいよね。すごいよね、考えた人。 Nクール、わあ。そう、私酔い止め3箱買ったのこの前。酔い止め箱買いしてて、まとめて買わないとすぐなくなっちゃう。クラコン、クラコン出ますよ、そろそろお知らせ出ると思います。クラコン出るよ私。でもあんまりね、悔しい。もうクラコン出るたびにいつもだいたいクラコンの、私が思うクラコン最強メンバー工藤理子、宇都宮理奈、宗行理香なんですけど、だいたいどのメンバーかと被るんですよ。でなんて今回もあるメンバーと一緒だったのでちょっと悔しかったですね。やっぱ勝てないですね、おもろさが。たかしんさん、雪だるまありがとう。としさん、ハートありがとう。クラコン、クラコンは STU の2期生がやってるくだらないコンテンツっていう、くだらないコンテンツを放送するバラエティの略してクラコンっていうね、 STU48 のクラコンっていう番組があって、いつもあのいるの、面白いメンバーがね、強いんだよね本当に。悔しいわ。雪梨花おもろいよね本当に。師匠だ、師匠だと思ってますよ。リネタンとかリコチは
あのゾンビ系とかブリッコ系が強いですね。あとなんか一発芸系、みんなが恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいとかなるタイプのやつをボンって限界突破してくるから強いですね。クラコン、いやクラコンもぜひ出てほしいわ、皆さんにも。あれはネタ切れですもんね。毎回ね一発芸をしないといけないんですよ。名前を言って一発芸を、絶対毎回出演するたびに一発芸をせんといけないけど、もうさ何年 ?3 年 ?3 年ぐらいやってるから、もうみんなもネタがなさすぎて楽屋とかでどうしようどうしようって言ってずっと言ってるの。靴下のやつがない、そうだね、なくなりましたね最近。最近ブリッコ多いですね、ブリッコ系。僕の面白さ三久に聞いてくる、あとからじわじわ来るやつか。思うまい店見ようかな。8時配信終わったら、あ番組終わっちゃう、もしかして8時に終わったら何やってる今日。8時からテレビ、夜ご飯を食べながら何か見ようかな。くしゃみが出そうだ、またやだよ、くしゃみ、ちょっとくしゃみタイムしてきます、くしゃみします。ほな。はい、くしゃみと同時に鼻が噛むから鼻が赤くなって帰ってきちゃう。うん、すっきりです。はあ、はあ、赤鼻の背中。もうクリスマスだよ、やばいよね。プレゼントまだ考えてない。何がいいと思う？早く言わなきゃサンタさんがさプレゼントさ、トイザラスとかに買いに行かないけんからやばいよね、トイザラスのレジ激混みじゃん。何にしよっかな今年のサンタさんは。何がいいかな、もう受付終了なの？なんで？なんでですか？いつまでだったんですか？サンタの受付。もう無理なん？パチャンからもらえる？パチャンはちょっと一切お金は出しません。みんなへのプレゼントないです。トイザラスも通販の時代、トイザラス通販してんの？マジ？現代っ子やな、あのキリン。トイザラスってキリンよね。現代生きとるね。すごいね。57分。早い。あっという間だ。和樹さん、決勝ありがとう。おみかんさん、回復契約ありがとう。陣来さん、ハートありがとう。元気な姿、分かった。じゃあクリスマスまでにこの風邪を治してみせます。今日もあったかいご飯食べてお薬飲んでさっさと寝ます。昨日は寝すぎました、寝すぎてしまいました。こんばんは。お酒家はね、トイザラスは長崎トイザラスあんまりなかったので、私の幼少期、今は分かんないけどなかったので、
お父さんの単身赴任してるとこのショッピングセンターとかのトイザラスに行ってラブ&ベリーをやってしてました。あとたまごっちとかしてましたよ。カジノフォンテさん、レインボースター、まこばやさん、決勝ありがとう。プレゼントはありがとう。そうなんよ、あんまりない長崎おもちゃ屋さん。イオンのおもちゃコーナーとか、イオンのおもちゃコーナーで私が欲しかったものはあのプリキュアの服みたいなの売ってるやん、あれあれ欲しかったな、ちっちゃい頃。レフトさん、 I love you ありがとう。カジノ本店さん、 I love you ありがとう。マミカンさん、アイスありがとう。イオンモール、そんなイオンモールとかしゃれたもの長崎にないです。ジャスコです、ジャスコ、ジャスコだよ、当時のジャスコ、今はイオン。キュアホワイト派です。もうジャスコよ、私の時代は。今はもうないけど、今はイオンだけどなんかプリキュアのね、プリキュアのくじが始まるんですよ今度、一番くじで、同世代の元衣装さんがね、あのそういう平成のなんていうのアニメ、女児アニメみたいなの、たまごっちとかさ、そういうの情報を全部くれるんですけど、そうプリキュアの一番くじ始まるよって送られてきたやつの写真がドンピシャ、うわーめっちゃいいやんってやつだったけど、もうあんなね、くじ引きとか引き始めたらキリがないけどね、ランダムだもんね。なんかぬいぐるみとかアクリルキーホルダーとかが当たるらしい。いや危ないよね、一回手出したらもう危ない。あとさ、一番くじってさ、ラストワン賞があるじゃないですか。最後の一個を引いた人にあげる、また景品とは別の、景品が A 賞だったら A 賞プラスラストワン賞とかあるんですよ。だからね、そんなん手出したらもう大変。パセプリキュア世代だよ、プリキュア、プリキュア意外と長いよ、20周年だよ今年。私が6歳の時に始まってますよ、プリキュア20周年。こんばんは。でも8時になったのでパスはそろそろ終わります。とびとびサービス、とびとびサービス来てくださってありがとうございます。しかしながら私は体調があまりよろしくなくてですね、8時までに終わって早くご飯食べてお薬飲んで寝る約束をしちゃったので、ちょっと今日はお先に失礼したいと思います。リコチの後輩、後輩じゃないよ、リコチの同期です。こんばんは。ではでは、壇上読みたいと思います。ココアから飛んできた、ココアさんからようこそ。ココアさん、お先に失礼いたします。ではいきます。13位まこばやさん、12位ぶんさん、11位じんらいさん、10位メロンのあそこさん、9位かまちゃん、8位しんちゃんさん、7位クワドリーさん、6位山崎さん、5位台湾ジョジョさん、4位けいちゃん、3位しんいちさん、2位カジノフォンテンさん、1位かめさん、ありがとうございます。それでは皆様、体調には気をつけてください。みんなちゃんと暖かくして寝てくださいね。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。